カメラやってる方皆さんご存知だとは思いますけどもね 50mm 付近の単焦点レンズこういうのをね標準レンズと言ったりしますよねはいどうもこんにちはジェット大きです標準レンズいわゆるね 50mm 付近の製品っていうのはね単焦点レンズっていうのがね結構ね 皆さん、沼ってるんじゃないかなと思います。僕もね、すごい沼ってるんです。安いものから高いものまでいろいろあります。ね50ミリ。今回はですね、すごくいい50ミリを探してみてお借りしました。えー、こちら、健康トキナーさんからお借りしましたけども、はい。ザイスです。ミルバスというものですね。えー、この、よいしょ。ミルバス。このね、 レンズフードを逆付けになってるのか、チャッとはめますと、はい。どうですかこの、この、このライン。この流れるようなライン。素晴らしいですね。綺麗ですね、えー。レンズキャップを外してみましょう。はい。ちょっと奥まってるね。よいしょ。フード外しますと。レンズがすごく奥まってる。まあ、それもそのはずです。こちらご覧ください。 マクロプラナー 50mmF2 ですね。マクロプラナーなんですよ。えー、50mm プラナーではありますけども、マクロ機能があるというわけでね。ハーフマクロだったかな、これね。当、えー、倍ではなくて0.5倍のマクロだったような気がしますけどもね。皆さんね、マクロレンズっていうのはね、鼻とか虫とかによってばっかりではなくてね、えー、それを生かして、 綺麗に撮れるレンズであるっていうね、そういう認識をね、持ってたらね、もっと綺麗な写真が撮れるかもしれませんよ。私はですね、今回ね、こちらもお借りしました。こちらもマクロプラナーです。同じなんですが、マクロプラナーではあるんですが、カールツアイス。どちらもカールツアイス本がお借りしました。こちらも 50mmF2。 はい。こちらもお借りしました。えー、いずれも健康トキナーさんからお借りしておりますけどもね。今ね、カールツアイスの扱いがね、健康トキナーさんになってるみたいなんですけどもね。えー、こちらの京都、私の方は好みなんですけども、 これは旧型なんですね、残念ながらね。え今回ね、旧型を買うか、新,新型というか、現行品を買うか、えー。それをね、見極めるために両方お借りしてみたんだけどもね。<laughs> いずれにしてもね、重いんだ、これ。<laughs> 重いんだよ。結構ずしーっとくるね。えー、まあ、それを扱う自信があれば買ってもいいのかなっていうぐらい、移りは良かったです、えー。そろそろ作例お見せしましょうか。 はい、それじゃあ、作例の方ご覧いただきましょう。もうね、抜けがすごく良くて、コントラストも発色も素晴らしい。あ、これはプラナーだな、カールツアイスだな、という感じがしますよね。えー、EOS R5 で、マウントアダプターつけてね、撮りました、こちらね。で、もう、拙者、接近戦がね、もうほんと強いです。マクロプラナーだな、と。 いう感じですね。50ミリでも、えー、こういった感じで寄って取れるとね、すごくいいですね。まあ、反面ね、あのー、マクロプラナーで、えー、色が濃いみたいな感じになるとね、ちょっと線は太く感じることがあるんじゃないかなという気はします。それでもね、繊細で美しいですよね。精細感は。 ありますよね。線の太さと同時にね。はい。えー、これがですね、絞り開放で撮影した風景なんですけどもね、もう手前の方の芝生なんか、すごいボケ方してますよね。これ奥の船にピント合わせたんですけど、手前の方の前ボケはすごいですよね。えー、F1.4 とかじゃなくて F2 なんだけどもね、えー、まあ、ちょっと、すごいボケ方をするなという感じがしますね。これも絞り開放です。 えー、いいですよね。風景撮るにもね、すごくいい感じがしますね。っていうか、いいレンズだなっていう感じがしますよね、これね。えー、そしてこちらえ、絞り F3.5 ですね、えー。水の表情をね、精細に捉えておりますね。うーんで。やっぱり色濃いよね。コントラストもいいし、色も濃いし。ということでね、総合的に見るとですね、これはね、ポートレートにはちょっと、 ちょっと向かないのかなと、ポートレートとしては線が太い感じがするし、まあ色もね、あんまり色乗せちゃうとね、肌の色とかって逆にね、あんまりよく出ない場合があるからね。まあこういうね、後ろ姿なんか撮ってる分にはね、すごく背景との分離はすごいね、F2 だけどもね。 F1.4 じゃなくて F2 だけども、背景との分離はね、すごくよくできてるなぁという気がしますね。ね。はい。えー、それじゃあね、これね、解放、絞り解放で近接撮影したものですけども、ボケ、玉ボケをね、見てください。これいかにもね、プラナーだなぁという印象をね、持ちましたけどもね、私はね、F8。はい、こういう感じにピシッと映りますね。じゃあ、 ちょっとね動画ご覧いただきたいなと思うんですがいかがでしょう動画。まあ皆さんねあの動画ご覧くださいって言われて、まあ、ごく自然にご覧いただいてるかなと思いますけどもねちょっとねちょっと色が薄いねちょっと色が薄いかなと思うんだけども <laughs> これログ撮影したのよ。 ログ撮影しててこれだけ色が濃く出るっていうのは逆にプラがーすごいな、カールツアイスすごいなと。いや、いかにもね、あのー、カールツアイス伝説ですよね。ツアイス使えば色が濃いんだっていうのをね、ログ撮影そのまんまで、ログ撮影の色そのまんまで、これ使ってもいいんじゃないかなっていう感じはしました。はい、続きましてはですね、フルサイズ一眼ではなくて中盤。 中盤デジカメで使えるかなと思って、中盤ミラーレスの GFX100S というね、富士フィルムの中盤ミラーレスで使ってみましたけどもね。えー、まあ、中盤だとちょっと蹴られは大きいかなーという気がしますね。あの、中盤で隅々まで使えるというわけではないと。ちょっとサイズ変えながら見てみましょう。これ中盤ですけども、これがフルサイズ、いわゆるフルサイズですね。あの、35ミリ版。 35ミ、mm、リ版だと、まあまあ使えるかなこれは。当たり前か。フルサイズ。<laughs> フルサイズ用だ。フルサイズ用のレンズだから使えるに決まっとるわ。<laughs> で、えー、パノラマ。パノラマ撮影しますと、露出変わりましたな、これ。<laughs> マルチ速攻の露出が変わってしまいましたけどもね。あのー、だからこれはね、フルサイズではないんですよ。中盤。中盤で、えー、これ横長に切った状態ですね。 じゃあ、フルサイズで見たらどうなのかって。このね、GFX100S につけて、Y 曲は感じるね、多少ね。うん、Y 曲、あの、一本ね、街灯が立ってますけども、これがちょっとぐにゃんと曲がってるの感じますよね。で、反面、あの、EOS で撮った作例でも感じましたけども、前ボケはすごく綺麗ですね。うん、いい感じだと思います。 はい。で、えー、最後になりますけどもね、これはね、えー、シネスコで、シネスコというか、えー、ワイド画面か。ね。ワイド画面で撮った。やっぱり色濃く出るね。 すんごい色濃いね。この作例って5月とかに撮ったんじゃないかな、確か。まあ、一番色濃く出る時期でもありますけどもね。え富、ー、士フイルムにつけても、やっぱり色が濃く出るなぁという感じがしました。で、最後、最後に、本当の最後の最後なんですけども、一枚だけ。あの、虫が苦手な人、ちょっとごめんなさい。あの、虫といってもね、カトンボみたいなものです。いわゆるビワコ虫っていうね、えー、ユスリカりが。 いるんですけどもねじゃんえこういう感じで窓に止まってたのを、えー、撮影してみましたこれはね旧型の方使って、えー、撮影しました GFX100S で撮影したんですけどもじゃこれ10倍までぐーっと伸ばしてみましょうまあやっぱりね線が多少太い印象はあるのねちょい線太い印象だなぁとは思ったけどもね あでも、ここまでしっかりね、この、ゆっさゆさの毛まで、触覚まで描けるんだなぁという感じですね。やっぱりさ,さすがマクロと名前が付いてるだけあるなぁと思いました。ということで、以上、カールツアイスの 50mmF2 マクロプラナーを今回は使ってみました。